クワナ市博物館は、三重県クワナ市警庁にある博物館。地元の歴史や民族を中心とした展示を行っている。クワナ市博物館は、1971年にクワナ市立文化美術館として開館し、1985年10月1日に三重県初の市立博物館として開祖された。折り上がったクワナの千羽鶴も展示されており、有料で、 レンツルを折る体験もできる。2016年、ク名ナゆかりの刀剣、村政の企画展を初めて開催した。この企画展では43ぶりの刀剣を展示し、入館者数の記録を更新する14,917人を集めた。この成功を受け、2018年にも村政展を開催することが決定し、 前回よりも予算を増額し村政の展示作品数を増やす予定である。これと関連し、2018年の桑名市のふるさと納税の返礼品に刀剣の取り扱い体験を追加した。取り扱う刀剣は未定ながら、博物館の所蔵品である刀剣に油を塗るなどの取り扱い方法の教授のほか、鑑賞法なども指導する予定である。観光ガイド、桑名市。 2016年1月31日閲覧。ABCD エンドを安くん桑名、村正天明に、再び市予算安全会公表で、増額形状中日新聞2018年2月10日付け長官、見え版18ページ、知られざる学芸員の仕事を体験。桑名本博2017、2018年2月10日、閲覧。桑名市公共施設マネジメント白書。 平成25年度版。クワナ市。2016年1月31日閲覧 ABC。博物館。ご案内。交通アクセスクワナ市本物力こそ。クワナ寺から。2016年1月31日閲覧 AB。クワナ。ふるさと納税に賃体験統計の取り扱い。中日新聞2018年2月10日付長官。三重版18ページ。 ありがとうございます。